はい、皆さんこんにちは。大阪大学の末岡です。本日はですね、8回目最後ですね、演習の解説を行っていきます。今日は最後、仮定予想、そして実現問題について取り組んでいきます。1はですね、状態方程式与えられた時にですね、仮定予想示してくださいという問題と、伝達関数も求めましょう、そしてその後に等価変換してですね、仮定予想正準形にしてみましょうという問題と、仮定予想正準形で求めた伝達関数もですね、もちろん同じ伝達関数として求められるということをですね、示していきましょう。はい、それではやっていきます。はい、問1はですね、このような問題になっています。仮定予想行列 VC を計算してください。これは教科書に載っている話なんですけれども、で、計算してランクを求めると仮定予想だと分かるね。はい、カッコ1はこのようになります。カッコ2に行きましょう。はい、カッコ2はですね、求める伝達関数を、ちょっと汚いですね、 GS と置いてあげてください。 GS と置くと、 GS というのは C×SI-A のインバース ×B を表せますので、その行列を計算してあげてください。答えは S プラス2分の1となります。よろしいですかね。はい、カッコさんに行きましょう。はい、カッコさんはですね、このように求めることができます。行列 A の特性多項式からですね、まず T を求めていくんですけれども、 T を求める過程でまず TO っていうのを計算してあげて、その後に実際にこの T というのを求めてあげます。そして求める状態方程式っていうのをですね、まあ、このような形で表してあげると、それぞれこの3つで表す出るということがですね、分かっておりますので、このように計算してあげてください。さあ、これは仮定予想正準形と呼ばれているものなんですけれども、まあ、しっかりと頭の中に入れておいてください。最後、この求めた A チルダ、B チルダ、C チルダを用いてですね、伝達関数を求めてちゃんと一致することを確認しましょう。はい、このようにですね、変換後の状態方程式から伝達関数 G、チルダ S を計算してもですね、もちろん GS と同じになります。はい、これを確認してください。はい、それではですね、最後、問2の実現問題に行きましょう。まあ、問2はですね、もうサービス問題なんですけれども、まあ、伝達関数が与えられたときにですね、システムの状態方程式を一つ求めなさいということで、まあ、もう仮定予想正準形としてですね、ABC を求めていきましょう。はい、問2はですね、伝達関数が与えられていますので、それを状態方程式にする問題なんですけれども、まあ、一つですね、これは実現する一つの状態方程式なんですけども、これですね、この3つが、答えになります。いかがだったでしょうか。はい、8回の授業を通じてですね、古典制御から現代制御まで、かなりですね、幅広く勉強しましたけれども、まあ、それぞれ苦手なところ、得意なところですね、よく解けたところあると思います。テスト前ですね、もう1回復習して、最後自分のものとして定着させてください。半年間お疲れ様でした。さよなら。